隣国の家計負債の増加、世界的に見てもかなり深刻な状態ということが調査で判明したようです。記事によると、隣国は新興国の中では中国、トルコの次に借金が最も大きく増え、特に家計部門の負債比率の上昇幅がベトナム、ノルウェーに次いで3番目に大きく、今後の景気回復過程で消費の増加が制限されうる負担を抱え込んだ。18日、国際金融協会 IIF は昨年の新コロナにより全世界の主要61カ国で増えた負債が24兆ドルに達すると明らかにした。これは最近の10年間の負債増加幅である88兆ドルの4分の1に相当する金額である。これにより61カ国での累積総負債は過去最大の281兆ドルまで増えた。この負債は政府と企業、家計負債が網羅されている。また調査対象国の総国内総生産 GDP 比の負債比率は 355% まで上昇した。1年前に比べてなんと 35% も上がったのだ。これはグローバル金融危機の真っ最中だった過去2018年と2019年の 10% ポイント、15ポイントに比べて2から3倍も大幅に増えたのだ。このような負債の増加は新コロによる経済的な影響に政府が歴代級で財政を緩め支出を増やした影響が大きい。また不十分な企業は政府や市場から借金をして運用コストを当てており、優良企業は市場類例のない低金利に安く借金をしている。所得が減ったり職を失った個人も負債に依存している。実際昨年61カ国の政府の負債は12兆ドルも増えた。先進2019年の4兆3000億ドルに比べて3倍近く増えたわけだ。これにより GDP 比の政府の負債比率も 105% まで上昇した。2019年の 88% に比べて 17% も高くなったものである。エムレティ・プチク IIF 持続可能リサーチディレクターは、新コロがまだ収まらずいるだけに、今年も政府の財政赤字は新コロ以前の水準を超える状況になるだろうと、今年10兆ドル程度、政府の負債が増えると予想した。特に、ディープチク理事は、政治的、社会的圧迫により財政赤字を減らすには政府の努力が制約を受けるだろうと言って、ポピュリズムを前面に出した政界が財政当局のお金を解き煽る可能性を懸念した。特に金融圏を除いた企業や家計部門での GDP に対する負債の割合は昨年末現在 165% で、1年前に比べてなんと 41% も急騰した。企業部門では負債比率が 8% ポイント高くなった 100% を記録したのに対し、家計部門の負債比率は 4% ポイント増の 65% だった。また、金融業界の負債比率は 5% ポイント走った 86% で、過去2007年のグローバル金融危機後、12年ぶりに最大値を記録した。地域別では、先進国での債務が過去最大の増加幅を記録し、特にヨーロッパでの総負債比率は 50% ポイントも急騰した。フランス、スペイン、ギリシャ、イギリス、ベルギーなどが大幅な負債の増加を示した。新興国では中国が 30% ポイントに及ぶ最大幅の負債比率の増加を記録した中、トルコと隣国が 25% ポイント前後に増え続いた。アラブ首長国連邦、南アフリカ、インドなども高い増加率を見せた。特に隣国は家計部門の GDP 比の負債比率が 102.8% で61カ国の中で最も高く、1年その割合も 7.6% ポイントも上昇した。これはグローバル家計負債比率の増加率 4.0% ポイントはもちろん、先進国 4.3% ポイント、新興国 3.6% ポイントの増加率を大きく上回るものである。ベトナム 12.2% ポイント、ノルウェー 9.8% ポイントに続き、3番目に高い上昇幅だった。一方、
政府部門の GDP に対する負債の割合は1年ぶりに 39.2% から 47.1% に 7.9% ポイント上昇するにとどまった。グローバル上昇幅 17.1% ポイント、先進国 20.7% ポイント、新興国 11.1% ポイントなどに比べてはるかに少なかった。昨年9月基準で家計債務が1941兆ウォンにまで達しており、国内総生産比の割合は 101.1% にまで上昇していました。これは消費が貯蓄より多い過剰消費で有名な米国の 81.2% よりも高く、比較対象34カ国の中ではレバノンの 116.4% に続き2位だったことが分かっています。ただレバノンは昨年8月のベイルートの爆発で GDP の 30% ほどが減少した特殊状況である点を考慮に入れると、事実上隣国が世界1位の比率とされていました。この家計負債、新コロで困窮の影響もあるとのことですが、この状況下で隣国では預金を切り崩したり借金をしてまで投資に注ぎ込む人も増加していると隣国のメディアでは伝えられていました。さらに直近ではアップルカーの生産をめぐってヒュンダイ社の株価が大暴落、1日で株価が13兆ウォンほど吹き飛ぶといった事態も招いていました。昨年には BTS の件で株価が大暴落していたこともありましたが、そこで損をした人が資金を何とかして取り戻そうとすがる思いで投資、今回のヒュンダイ社の株に手を染めた人もいたのではと思うとちょっと怖くなりますね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。